じゃあ次。はい。じゃあ次。はい。じゃあ次いきますか。はい。はい。今日はユニクロ U の買ってきたものでコーディネートをお見せする動画です。これまず一つ目。あ、やっぱかっこいいね。これいいよね。うん、本当このままだからね、今日買って、うん、買うときこの格好のまんま、うん、これ上に来て、はい、あ、これだってそうだね、ね、うん、これしかもさ、ポケットもさ、うん、このサイドからも入るし、ここね、はいはい、で、こっちのボタンで、うん、フラップのポケットもあるし、はい、すごく使いやすい、うん、で、なんかさ、ジャケットみたいじゃん。そうだね、この、うん、解禁っぽい感じが、うん、だからすごくね、カバーオールなんだけど、うん、結構品があるというか、うん、綺麗な感じで、ほんとそんな感じ、ね、で、うん、袖のこのちょっと膨らんだ形状もさ、ね、それいいよね、ちょっと独特で、うんうん、ここもいいポイントだよね。そう、うん、普通のカバーオールにもちょっとない、うん、ね、この袖の膨らみ、ほんとそうだよね、ね、こういう感じいいね。なんか白 T でもいいね。中ね、白でも全然いいと思う。白 T バージョンちょっとお見せする。そうだね、うん、一回やろうか。うんうん、これ中白にしたバージョン、うん、パンツも違うね。そう、パンツはこれあのワイド、コーディロイワイドパンツか。あ、そう、 ワークパンツ。ワークパンツ、うんうん、コーディロイのワークパンツ、うん、いいじゃん。いいでしょう、うん、結構綺麗だね。そうだね、上下ユニクロ U なんだけど見えんね、ね、ああ、ユニクロ U って、まあ、ユニクロには見えんね。ああ、すごいね、すごい、タックイン出すとさ、はい、まあ、ちょっと着てる T シャツがラウンドのタイプだから、ああ、そうか、またちょっと違うかなと思うけど、うん、まあ、こういう感じ。ああ、なるほどね、うん、あ、そうかそうか、入れてた方がいいな。でしょう、うん、綺麗にまとまるじゃん、ね、入れてた方が、うん、という感じ。はい、はい、じゃあ次、はい、これがウールブレンドフリースのジャケットを着たバージョンね、はい、かっこいいねそれ、うん、かっこいいでしょこれ、うん、ね、うん、でさっきのコーデュレのパンツは一緒、うん、全然いいな、ね、この丈の短さもさ、バランスがすごい良くて、 L サイズだっけ、これで L サイズ、これはね結構もともとこの辺のね、作りとかはちょっとやっぱ大きいよね、うんうん、そうだね、うん、だけど丈が結構スッキリしてるから、はい、まあ上にボリュームが、ね、肩周りとかにあって、うん、まあ、下をスッキリしてるから、はい、まあ、ワイドなパンツとかとの相性もすごい、うん、いい、太めのパンツの方がバランスいいかも、うん、ね、うん、これやっぱかっこよかったすげえな、でもほんとこれね、うん、これはかっこいいよね。なんか襟の大きさもさ、うん、いいアクセントじゃない、うん、これはすごいね。やっぱこの、ね、デザインの服はやっぱユニクロ、普通のユニクロじゃなかなかないもんね。そうだね、これは、うん、やっぱまあルメールだから、うん、ユニクロ U だからだよね。そうだね、これは、うん、ユニクロか、それすごいな、うん、しかもなんかその素材も、まあ、ウールブレンドのフリースなんだけど、うん、まあ、なんかカットソーみたいな感じの雰囲気も裏とかもさあるよね。ああ、そうなんだね、うん、だからあのすごいなんか軽いし、はいはい、普通のメルトンのジャケット着るよりも全然軽いし、あ、楽、うん、楽、うん、で、厚さもそんなに分厚くないから、うん、今の日本の気候だったら、はいはい、全然これで十分だと思う。そうだね、結構長い期間着れると思う、うん、まあ、もうちょっとこう涼しくなって、うん、10月、11月、まあ、下手したら多分12月の本当に超寒くなる手前とかも、うん、全然これでいけると思う。インナーに中にね、なんか着て、うん、ね、そうそうそう、着れば全然いけると思う。そうだね、うん、これは結構便利だと思う。あ、うん、
というやつです。はい、はい、じゃあ次、はい、で次これ、うん、レギュラーフィットジーンズ、はい、こういうシルエット、うんうん、結構細いんだな、うん、結構細いでしょ、ね、だけどそんなにこうピタピタじゃないんだよね、うん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 、ちょっとこの辺とかやっぱりゆとりがある、うん、膝の、まあ、ももとか膝の横くらいかな、はい、はちょっとやっぱり、ね、そのスキニーとかよりかはだいぶ余裕があって、ね、まあ、だからデイリーに履きやすいよ ねこれは、うん、いいじゃん、本当にいい感じのシルエットだなと思って、はいはいはい、でまあ、上もなんかパーカーとか合わせて、うん、なんかカジュアルな感じで履く感じだとこういう感じいいね、うん、ただまあ革靴とか履くとさちょっと綺麗に見えるでしょ、そうだね、なんかこれはいろいろまあいろいろなシーンに使えるかなと、うん、まあ、全然スニーカーとかでもいいしね、ブーツとかでもいいし、うん、テーパード結構効いてる、そうだね、ね、うん、いいなそれ、加工感がいいでしょ、うん、かっこいい、ね、後ろもこういう感じ、はいはい、フルブレンドフリーズジャケットを着てみてもいいかも、着てみる、うん、こういう感じ、はい、結構ワイルドだね、ね、うん、まあワイルドな感じだけど、うん、でもまあパンツ細身でもこの、ね、うん、ジャケットは、あ、そうだね、うん、そうだね、いけるでしょ、うん、どっちでもいい、まあ、結構ここにさボリュームが出るから、うん、まあ、細身のパンツ履いてもバランスは取れます、今パーカーとか合わせてるとね、うん、全然いい感じで余るかな、いい、ね、色味も結構いい、ね、今回はダークグレーですけど、ね、どれも組み合わせられるでしょ、はい、うん、まあ、サクが好きな感じだよね、そう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 、同じ色合いで、そうそうそう、ワントーンなんだけど、うん、ちょっとずつ色味が違うっていう ね、うん、この着方は結構好きだから、うん、いいじゃん、じゃあ次いきますか、はい、はい、で次これ、うん、まあ、最後ね、カバンね、カバン、うん、まあ、こういう感じの使い方しようかなと思って、メッセンジャーバッグだけど、うん、まあ、なんか後ろじゃなくてこう前に持ってきてこういう感じ、かわいいね、うんうん、結構なんかコレクションとかでジルサンダーとかもこういう感じでやってたりとかもあった確かにね、うん、あ、そうだ、なんかこの感じも結構いいな、うん、結構大きいね、結構大きいでしょ、ね、うん、多分ね、中結構入ると思うよ、ね、うん、まあ、いろいろ使えるなと思って、うん、カバンはいいじゃん、でもなんかまとまるよね、うん、意外な、ノーマークからのねそう、ノーマークからのやつだったか、こいつはそうだね、うん、ベージュも良かったよね、あー、これは、はいはい、そうだ ね、うんうん、これのベージュも良かった、うん、迷ったもんね、すごい、そうだね、結果的には、まあ、他の買ったものとの組み合わせで、うん、この色にしたんだけど、まあ、ベージュも実際ちょっと欲しいなと思って、まあ、黒の方が汎用性は高いよね、まあ、そうだね、うん、という感じです、はい、はい、まあ、結構使えるアイテムをいっぱい買ったね、うん、そうだね、うん、なんか他とのユニクロだけじゃなくて組み合わせでなんか使えそうなものばっかりだよ ね何かとね、うん、まあ、すごい満足してる、そうだね、うん、の内容でした、うん、はい、はい、じゃあチャンネル登録とコメント、そうだね、うん、お願いしますと、お願いします、はい、でした、はい。